YouTube を見てイベントに予約した方限定で ES フィードバックキャンペーンを実施しています難関企業を突破しやすくなる ES の書き方スカウトがもらいやすくなる ES の書き方を私が指導します参加には出会い場就活支援サービスの会員登録と出会い場マイページでのイベントの予約この2つが必要になります詳細は概要欄からご確認いただければと思います期間限定で定員になり次第終了させていただきますぜひこの機会にご参加くださいこんにちは出会い場就活チャンネルの清水です今日はですねグループディスカッション合格のポイント ということでお送りさせていただきます。夏のインターンシップ、グループワーク、そしてグループディスカッションを経験した学生さんがだいぶ出ていますね。さあ、これから秋、冬に向けてグループディスカッション皆さんは本当に対策万全でしょうかさあ、高評価の学生さんが意識した点は何だろう我々実際にですね、グループディスカッションの番組を持ってますし、実際にグループディスカッション型のイベントをやってる中で高評価の学生さんにインタビューしました。その答え。まず一つ目。 全員の意見を聞きしっっかりと要するに相手の意見をちゃんと聞いてるっていうのをグループディスカッションのメンバーにも伝えてるそして周りからも見えるように反応したらこいつコミュニケーションの能力高いなっていうところなんですねこれはですね企業の人がフィードバックしてる時にもなるほどなるほどそして企業の人に質問して答えてをしてる時にもこのね相づを打つっていくさは結構重要ですね。そして2つ目 基本的にはファシリテーターのポジションについている人が高い評価をもらいやすい傾向にある。まあ、それはなぜかというとですね。ファシリテーターはですね。こうするためにはですね。まず、議論の進め方をきちっとさばける。そしていろんな意見をきちっとね。質問して、そしてみんなの意見をまとめれる。まあ、これができるってことを結構ね。重要なポジションですよね。そういう意味ではですね。まあ、皆さんがファシリテーターね。 や,りやれないけどファシリテーターにつくんじゃなくてそういう能力を持った上でファシリテーターにつくことによってまず統率力多いねとそして、ね、コミュニケーション力この辺の、ね、高い評価につきますから高評価がつきやすいってことなんですね。そして3つ目周りのの意意見見ををまとめつつ自分の意見を言うやっぱりですね高学歴の人で失敗したわけですが僕がこうなんだよね僕がこうなんだよって周りの意見を受け付けない。 重要な,のなるほどねなるほど、ね、なるほど,、ね、なるほどみんなの意見はねこうこうこういうとこがよくてこうこうこうなんだけどでも更にこれをつけ足すといいんだよね周りの意見をまとめながら自分の意見の更に新しい部分を追加するこれが高い評価なんですねこれはですねまとめ上げる力もあった上でそして自分の意見も言えるこの辺の高いコミュニケーション能力を見せてるんだねそして4つ目最初に自分の意見を伝えるっていうことなんですね これはですね、やはりグループディスカッションって、スタートの時ってですね、やっぱりこの場が盛り上がるか盛り上がらないかが決まった時に、みんなシーンとして誰が発言してくれるんだって、待って、そこに。僕ね、こうこうこうでこういうふうに思うんですよね、こうこうこう。だから、そのグループのですね、リードする役割。これ結構重要なんですね。それによって、ボーンと盛り上がる場合がある。まあ、意見を言いやすくなるために、まず自分が先陣を切る。 っていうところ、この文多い,いねっていうふうに見てもらいやすいですね。そして5つ目のポイント、時間内に必ず結論を出すことを意識している。 やはりグループディスカッションの中で結論が出ないチームっていうのはよくないんですねきちっと結論を出すように持っていくかだからそういう意味で言うとファシリテーターが優秀であれば結論を持っていけるファシリテーターが不十分だった場合はねちゃんと結論に持っていこうってことをやるこれが高い評価につながりやすいそして6つ目初期になる場合はですね書くことに集中してはいけませんまとめることに注力 一一句書くてはいけませんそしたら皆さんはねグルディスに参加できなくなってしまうんですねそういう意味では初期の重要な役割はですね議論の方向性をまとめて今こんなふうになったから今度こういう議論をした方がいいだから優秀な初期はファシリテーターができるんです人の意見を全部丸ごと書くっていうのはよくないですねこのことを理解してくださいそして次のポイント7つ目コメントをするなら議論をね前に進める意見をしましょう これですねね議論って特にいけないのはですねいやね今までの意見をまとめてみたんだけどなんかちょっとこのこと忘れてんじゃないかおいよ今更言うな前に進める単に意見を言うだけじゃなくていいよね僕も賛成なんだよでも足したらこういいですか賛成だっていうことによって前に進むんだねいやちょっとそうじゃないと思うんだよねでもここの部分をこうしたらもっと良くなるよね 前に進めるこの発言の仕方を意識してくださいそして8つ目いきなり指定してはいけません1回は受け入れますなるほどねねイエス・バット法ってよく言いますよなるほどねでもここはこうなんじゃないかな必ず1回は受け入れるこのことが重要ですそしてこの3つ目やっぱり議論していくうちに今俺たち何議論してんだろう分かんなくなっちゃうんだね だからいつもいつも今何を議論してあそしたら戻さなきゃいけない今ちょっとそれちゃったからここに戻そうねこれも重要今議論すべきポ,ポイントは何かも意識しようそして最後10個目グルジスの基本会合を徹底して練習してください これはですね初めてやるときはグループディスカッション何がポイントかわからないグループディスカッションの基本の解放パターンがあるんです我々もですねいきなり議論なんかしろって言ってませんよねまず前提を置きなさいそしてどんな順番で議論するか決めてそして時間配分をして進めるこれが重要なんですそしてね何でもそうなんですね自分がやってる場面を冷静に見る必要があるんです 僕もですね、実は昨日水泳教室行ってですね、自分のスイミングの部分をですね、実はカメラで撮ってもらった。そして見せてもらってアドバイスされた。だって自分の泳いでいるところの悪い点っていうのは見えない。それを画像を撮ってもらって指摘されることによって直しやすい。そういう意味で言うと、グループディスカッションをね、周りの人からフィードバックされることも重要。そして自分のやつも冷静に見ることも重要なんですね。さあ、そのことも徹底してください。さあ、 今お話しした10個の内容はねとても重要そしてその中でもその他の作クはやっぱり人のグルーディスも見ることが重要他人を見てですね自分のまずい点に気づくそして本やネットに出てくる問題を見て議論のやり方を考えるこれはですね僕はグル,あのグルーディスの時にいつもお話してるんです、ね、ケース面接をねやらなければいけない人はグルーディスを一人でやるのがケース面接なのだから問題を見たら自分ならこう考えるので、ね、この順番で議論するよねこの訓練がグルーディスも ケース面接も簡単に解けるようになります。そして、評価がもらえるイベントに実際に参加すべきなんです。あなたがねできたつもりになってても、企業の人がどう評価するかわからない。評価をもらえるイベントに参加しよう。さあ、 一気に内定できるレベルまで実力アップしたいのであれば効率よく対策することが不可欠です。ですので、出会い場ではグループディスカッションのレクチャーも含めて最も効率よく実力を上げる無料の就職対策イベントを実施しています。興味がある方はぜひ参加してみてください。現在全国から申し込みをいただいているので人気のある日程は締め切らさせていただいている場合があります。なお、人事の方も参加するイベントは先着順で締め切らさせていただいています。週に1回開催する見学会やグループディスカッション練習会は参加の上限はありません。まずそちらに参加してみてください。概要欄にリンクを貼っています。最後までご視聴 ありがとうございましたさあこの動画が役に立ったら高評価チャンネル登録もよろしくお願いします皆さんもグルーディス参加しててで、ね、こういうとこがうまくいったこういうとこがうまくいなかったぜひそのご意見もいただければ嬉しいです